い、いは、日本語の音節の一つであり、かなの一つである。一モーラを形成する。五十音図において、第十行、第二弾に位置する。現代では、いと同じ発音であるが、当初の発音はウ、ウ現代かな遣いではイ、い、いは使われずに、代わりにイ、い、いと書かれることが多い。いの筆順、いの筆順なら時代には、いは、ワイと発音され、いは、アイ。 と発音されて区別されていた。万用仮名では、意を表すための万用仮名として、い、い、ため、ちょ、い、あいなどが用いられた。意は、万用仮名では、い、ご、い、い、い、しゃ、わたる、いなどが用いられ、意と混用されることはなかった。漢字音では、語用音の、くい、ぐいという字音があり、それぞれ、き、わいと発音され、き、ぎとは区別されていた。 平安時代には、まだ、糸、糸は別個の発音の金文字として認識されていた。11世紀中期から後期頃の成立と考えられる。色葉唄には、ろはにほへとちりぬるおあがよたれそつねなら、むぐいの奥山を越えて朝き夢見しへひもせすとあり、あ行の糸は行の糸は、区別されている。また、漢字による、失端要周記には、以下のように、や行の糸、や行のえ、和行のおう。 和行の尾が省かれている。赤里の浜やらは一員、池七にヒミリー一員、うくすつねふむゆる一員、おこそとのほもよろ一員、えけせてねヘメレ一員このことから当時までの音人の状態は、和行の尾と和行のおおよび和行の家とや行の家は区別を失い同音となっていたが、和行の意と和行の意は依然として区別されていた状態だったことがわかる。ただし、家庭二年に、 貫き自筆本より写された系統の写本である、成形小句本、土佐日記には、海賊向いイセムが、か、移足向いイセムと、いと書くべきところが、いとなっている。このように徐々に糸を混同する例も出てきてはいたが、平安時代中期以前までは、こうした混同は、あまり多くなかった。しかし、古藤以外の波行王が、和行に発音される現象が、奈良時代から散発的に見られ、 11世紀初頭には、それが一般化したことにより、五中五尾の日の発音が、愛から、y へと変化し、意と同音になり、かなにおける五中五尾の人、意の使い分けに同様が見られるようになった。さらに12世紀末には、三強指揮中に立手を、いてとする例があるなど、五島でもいといを混用する例が参見されるようになる。なお、平安時代の文献では、 漢字音として、食い合う、居合うのような特殊な表記も見られたが、定着はしなかった。藤原定家は、下官の衆の、い屋もちで60ほどの語礼を出し、お、お、え、え、え、ひ、い、いの金遣いについての基準を示した。藤原定家の金遣いは11世紀後半から12世紀にかけて著者された金の作品を基準としたものと見られるが、いと、いについては本来は、ひである。 水、章が水、よ、いとされ、歴史的金な遣いでいである、おいが、お日や、おいとされるなど、音韻の変化する以前のものとは異なる表記が採用されたものもあった。13世紀半ばに入るといと意は統合した。いが、y、から、i に変化することによっていと合流したと考えられている。また、漢字音の、くい、くいもそれぞれ、き、愛、 と発音されるようになり、木、きに合流した。南北朝時代に行和が下巻の衆をもとに、金遣いの例を増歩した、金文字遣いを表し、以後この金文字遣いが一般に、定下金遣いとして特に和歌やレンガなど、稼働の世界で広く使われたが、それ以外の分野では、い、いおよび、ご中、ごびの木の書き分けについて混用する例がしばしば見られた。 16世紀のキリシタン資料におけるローマ字表記では、意と意はいずれも、i、j、y で記されており、発音がいずれも、i だったことがわかる。江戸時代の慶中は、万葉集、日本書紀などの上代文献の金遣いが低下、金遣いと異なることに気づき、源の順の和名類受賞以前の文献では、金遣いの混乱が見られないことを発見した。そこで、慶中は、 和字小乱章を表し、上代文献の具体例を挙げながら、約3000語の兼遣いを明らかにし、音韻が変化する前の上代文献に基づく、兼遣いへ回帰することを主張した。また元通りノリナガは、漢字音の兼遣いを研究し、字音兼溶角で字音兼遣いを完成させたが、この中で合用音のうち直音との発音の区別が、当時まだ残っていた、くわ、ぐわのみを残し、くい、 ぐい、くえ、ぐえはそれぞれ現実の発音に従って、直音のキ、き、ぎ、け、げに統合させた。一方、元織のりながはこの書の中で、すい、ずい、すい、ゆい、るいという字音を規定した。明治6年には、慶中の金遣いを基礎に、古文献を基準とした歴史的金遣いが、小学教科書に採用され、これ以降学校教育によって普及し一般に広く、用いられた。 ジオンカ遣いは、元織のリナのものを基本としたものが使われた。しかし、昭和21年には、標音式を基本とした現代金遣いが交付され、現代の発音を反映した金遣いが採用された。これにより、歴史的金遣いにおける、いは、すべて、いに書き換えられ、いは、一般には使われなくなった。現代金遣いの制定以降、古い資料に基づく、 歴史的仮名遣いの訂正も進み、例えば、モチールは長らく使われてきた、持ちヒルではなく、モチールとするのが適切であるとの説や、元織のりなの定めた、水、隋、水、ゆい、類は適切でなく、水、隋、水、ゆい、類とすべきとする説などが通説となるに至る進展があった。現代仮名遣いでは、歴史的仮名遣いにおける、いを、すべて、いに書き換えるため、 イのが通常用いい。られることはない特に自動車用ナンバープレートでは発音がイと同じである上、アザ型がルギよく似ているので用いられないことになっている。ただし、固有名詞では遺跡納期のブランド名、略称の表記、遺跡のように古いブランド名に使われていることがある。日課ウイスキーに代表されるように固有名詞などでウイスキーの表記に用いられることもある。 優秀品馬を制した競争馬の数位数号の発音は、数位数である。また俗語的用法として、良い子のように、わざと、意から置き換えて使う場合に使用されることがある。この場合、歴史的仮名遣いで、意で得ないものでも、意に置き換えられることがある。現代、意意の文字が用いられる際、多くは、意と同様、愛に発音され、外国語の、 ウィノートの転写に用いられた時は、ワイと発音される。ア行の意区別する意図で古い音を借りて、ワイと発音されることもある。また、歴史的には、正しくないが、俗にヤ行の詩音、J を立てて、字と読まれることもある。外国での土産物等での日本語表記では、本来では、るのはずの部分に、イがしばしばご用される。 歴史的仮名遣いに基づいた五重音順に示す。一下に示した語の意は、現代仮名遣いでは、すべて意に書き換える。発音は、標準語や東京方言では、語等、語中、語尾にかかわらず、すべて愛である。また、漢字音におけるくいは、江戸時代以降の字音仮名遣い、及び現代仮名遣いでは、それぞれき、気に書き換え、発音は、くじ、じいである。 いやうは、鎌倉時代以降は、やうと書かれ、現代かなずかいでは、ようと書き、じょうと発音する。あじさい。あい、いのい、くらい、くらい、くれない、くばい、しき、しばい、しおさい、せい、とり、じしん、ひきいる、まいる、もちいる、もと、い、せき、いのしい、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 いくさ、いたけだか、いなか、いばるい、いも、いもり、いる、りつる、しょる、いわしごおん。 編集機、鬼、高、木、木、木、恥、ダら、ワムレ木、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 伸び、兄、光、角、形、角、ひかがみ、首、角、木、偽、木、王子、木、木、筆、木、木、木、高し、暗い、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 山と、い、ちょ、い、とばり、い、ため、い、い、い、足、い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 、打つ、

バコ、バコ、クック、クック、曲、に、せ、き、だ、か、し、く、ねま、え、い、か、こい、イイカコい、い、い、か、しこ、や、ま、と、い、ちょ、い、と、バり、た、だ、お、もんみ、い、ま、め、い、い、い、し、い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 、く、つ、た、だ、し、い、い、は、り、にず、み、ぬき、い、ま、くろ、い、かおる、ゆう、く、お、き、お、き、いく、いん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 、かん、よう、ん、へん、注意、ひと、し、いん、いん、いん、ありがとうございます。